リーザ様。フリーザ様だ。フリーザ様。おお。フリーザ様、なぜ一体。フリーザ、ようやく出てきやがったな。よくぞここまで抵抗してくれました。私としては何も知らず愚かなあなたたちのまま宇宙の塵にしたかったのですが、うん、見上げた根性です。いいでしょう。そんなあなたにご褒美をあげましょう。このフリーザ様が少しだけあなたのお相手をしてあげます。最後の思い出というやつです。ふざけやがって。さあいらっしゃい。クックフリーザー、敵を裏切りやがったおめえは、おめえだけは絶対に許しちゃおくね。裏切りとは言い当たりも華々しいですね。そのような言葉は対等な者同士で使うもので、私とサイヤ人の皆さんはただ上下関係にあっただけ。下の者は上の者に絶対服従でしょう。また未来が。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。そしてヤツは前に立っていたのか。カルト、どう聞こえてた。戦うことになるとか。例えば私があなたたちの滅亡を望めばそれは絶対。ここまで戦う、もう分かっているでしょ。あなたとは私が恐竜なら、こんな時に。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。本当にこれは未来なの。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。もし今のが未来だというなら、惑星ベジータ、俺は先回りです。威力を見せてあげましょう。地獄を見せてあげましょう。この挨拶代わりです。地獄を見せてあげましょう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 。本当にサイヤ人は不愉快な連中ですね。お楽しみはこれからです。地獄を見せてあげましょう。地獄を見せてあげましょう。これからです。残念だ。
サイヤ人は不愉快な連中ですね。チキシは手応えが全く。ご褒美の時間は終わりです。さっさと仲間たちのもとへお行きなさい。サイヤ人の強さを思い知らせてやれ。これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命、この俺の運命、カカロットの運命、そして貴様の運命。これで最後だ。何？さようなら、サイヤ人。素晴らしい。ほら見てごらんなさい、ザーボンさん、ドドリアさん、こんな美しい花火ですよ。
カカロットよ、この俺の意志を告げ。サイヤ人の惑星ベジータの仇をお前が討つんだ。尻尾のある赤ん坊か。ほほほ、こんなところに置いておくわけにはいかんな。わしのところへ来るか。いたこりゃ元気のいい子じゃ。よし、お前はこれからこのわし孫悟飯の孫じゃ。よいな。お前の名前は、そうじゃな、悟空じゃ、孫悟空じゃ。悟空や、元気に育つんじゃぞ。そーれ、そーれ、そーれ、そーれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。